こんばんは。今日も見に来てくれてありがとうございます。今日はですね、実況配信クーテロップに書こう。ちょっと待って、今日は実況配信ハッシュタグ、あれハッシュタグ、ハッシュタグ、あ、間違えた、ハッシュタグアルビービー、あ、ビビー、実況配信、はい、イエイイエイイエイ、実況配信していく。本日もいやー、バイビーク終わりましたね。みんな今日見てくれるかな。ちょっと SNS 用に自撮りもします。ちょ、髪が、はい、じゃあこれをツイートしていく。ちょっと待ってね、どうやってするんだっけ。あ、皆さん5時からね、オンライン、あ、じゃあね、おしゃべり会、グループおしゃべり会の予約が始まってるので、先着なので、皆さんぜひ今のうちにやっといた方がいいと思います。5時からっていう、なんとも微妙に合わせに行くタイプ。待って、ちょっと待ってね、これどうやって、あれだろ、やばいやばい、始まっちゃう、始まっちゃう、携帯に切り替えて、みんな止まってましたか。今止まってた？あれ？止まってたんだ。全然コメント来ないって思ってた。すいません。みんなありがとう。みんな、アルビさんの試合見てますか？見てる人いる？私以外で。あ、スターティングファイブ。星野選手、パラス選手、ネパール選手、ノーミ選手、アレン選手ですね。うん、前回の試合と一緒、スターティング5は。はい。あ、でもやっぱね、あ、遠藤選手はまだね、ちょっと怪我でね。君竹選手が前々回あたりはスターティング5に入ってたんですけど、今回はまた星野選手になりました。でもね、バイウィークがまあ約 2,3 週間あったじゃないですか。なので、そこでどのぐらい変わったのかっていうのが結構今日の注目ポイントにはなるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ秋田ノーザンハッピーネッツさんはですね、なんだっけな、どこかの試合すごい一瞬残ってるんですけど、ちょっとどこ対かわかんないんですけど、私的に秋田のノーザンハピネッツさんだと、グリーン選手に注目しています。とりあえず寒いから、はい、 KP これ何ですかって聞かれて、なんて答えようかなって思ってたんですけど、水です。でちょっとね、 AirPods の充電が何パーか知りませんが、見ていきたいと思い
娘みんな見てる？始まるよ。私もう本当は見に行きたかったです。始まりました。あ、秋田ボールからですね。今日私さ、おしゃれじゃない？なんか試合が始まってすぐその話をするんじゃないよって。まだね点数は稼いで入ってないです。グループおしゃべり会の申し込みしてた。そうですよね、皆さん先着順なので、ちょっとみんなにマジ申し訳ないんだけど、5時から配信始めちゃって、ぜひ遊びに来てください。でまあ集中しましょう、とりあえず1回と。あ、星野選手のディフェンスいいよ。パラス選手、いやパラス選手ね、髪型が変わってる。うん、これ誰しもが分かるポイントですね。でもすごいすごいすごい。グループおしゃべり会申し込んできてありがとう。パラス選手のねこのね短い髪もいいですね。顔の小ささがもっとやっぱちょっと痩せたから、てかもう髪がないと本当におぎゆかすぎて、わかんないよね。おぎゆかすぎてって例えばマジ意味わかんないよね。リバウンド、秋田がリバウンド取って、リバウンドナイス。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。はい、いい。てん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 。Go IV。いやー、ちょっとおしょ。あいあい。楽しい。バスケしか勝たん。星野選手のファールですね。うん、流れを止めるっていう観点ではナイスファールだと思います。あ、ちょっとダサいゴム使ってんのバレた。今私全然気づかなかったんですけど、自分でいや、こうやってやってて、こうやって画面見た瞬間こんなダサい。ちょっと暖房止めます。やっぱバスケを見てたら熱くなる言うてんのに。はい、今日私おしゃれだと思ってたんですけどね。そうですね、はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。あら、いや古川選手すごいグッディですね。でも大丈夫、やっぱディフェンスがすごくいいチームなので秋田、ま、だから常に攻めの姿勢でいた方がいいんじゃないかなっていうな思います、はい、でもねボールが入ってパラ選手がボールをイカアレン選手に預け、アレン選手がスリーを打って、これでリールバウンド、あーでパウエ選手が、あ、惜しいです。うんうん、ディフェンス、ディフェンス。いやパラス選手は本当身体能力がいいので、うん、ジャンピング能力すいません、ジャンプ力もすごいですし、ね、あれ選手、あ、頑張って、いや空いてる空いてる、お、ナイスナイス、グッディ、いやーまあうまい。なんだっけ、ディッシュパス、あれディッシュ、あ、頼む。あ、やっぱディフェンスの、いける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 、うわっ、あれ選手すごい、あら、頭と膝痛
痛い、大丈夫かな、大丈夫ですか、ちょ大丈夫なんですか、あい痛い、頭が痛い、うん、頭と膝を同時です、はい、あの頭に膝が入っちゃって、え大丈夫ですか、あすごい聞いちゃった、ごめんなさい、え大丈夫ですか、ちょ待って聞いちゃう、あの星野選手に代わって君竹選手が入りました、え頭大丈夫かな、本当におしゃれやな、なんか画面だけ見てると私ダサいねえ、だから撮ればいいじゃん、もうなんかいいよね、うん、今流れがね一回止まりましたけど、今新潟が4点秋田が6点ということで、まだ2点差しか開いてないですね、1クォーター目残り7分10秒になりました、リグ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 リ、うーゆっくーリバウンド、ナイスリバウンド、リバウンド大事ですから、私ねリバウンドとディフェンス大事、あの私は好きです、あのそこを特にオフェンスよりも、あえナイスナイスナイス、いやいやね、パウエル選手ですね、決めました、あちょっと一回マジ集中させてもらって、久々なんでね実況配信が、なんかどういう感じでやるんだっけって忘れちゃったけど、おお膝大丈夫か、はいはいはい、いいよいいよ、これなんかパスで結構回していきたいですね、おーパラス選手のねえ、いや顔ちっちゃいな、パラ選手に野見選手がパスを出して1対1で抜かそうとしたんですけれども、ちょっとファールが来た、パラ選手かわいい実況の方が、パラ選手は今日お母さんの誕生日の後の最初の試合なんだって実況の方が教えてくれました、そうなんだ、あ頼む頼む、ああなんかこの前インスタでお祝いしてたわ、そういえば、いやわかる私も見た、能見選手がスリーを打って惜しい、あーリバウンドがね、残り5分40秒になりました、1クォーター目ディフェンス、あーいやーすごいですね、やっぱね秋田の選手ってすごくガード陣がすごいんですよね、マジですごい、ちょっとそうガード陣がすごく熱くてですね、結構ディフェンスもそうだしオフェンスの時もガンガンに攻めてくる、どっちも攻めが強いタイプなので、そこをうまくねかわしていければかなり大きいんじゃないかなと思います、あ、おしおしリングに当たりましたね、で今のは早いけどいける、いやなんか実況全然上手じゃないな私本当に、ショールームやってない時もそんな感じで見て、いやもっと多分うるさい、いやマジいけ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 とか、頑張れとか、でも今は落ち着いて実況配信をしています、パラ選手がスリーを打った、あーやっぱり選手痩せてる、そうですね、パラ選手池田選手が入ってきました、
あ、岡本選手だ。この選手も今入りました。いやーすごいな。今日なんか本当言葉で、いやそうなんですよね。いや私実は秋田さん、秋田さんの試合がまだ2試合目とかなんですよね。まだちょっと見てないんです、全然。で、秋田の秋田と新潟からは先月のね11月27、28日に行われた日本代表の FIFA、 あ、FIBA、 FIBA、ワールドカップ2023年から2023年に行われるに行っちゃった、ワールドカップの予選が27、28日に中国とあったんですけど、その中に日本代表の中にはどちらのチームも入ってなかった、入ってないので、そのチームとして誰一人欠けることなく、あれ千葉、あ、じゃあね、千葉じゃない、秋田って言いなかったよね、抜けることなく練習ができた、バイウィークの中にっていうのもあって、かなりチームとしてのバスケができてる、練習できてる期間だったんじゃないかなと思います。ちょ、笑っちゃった。あ、これ取ろう。なんかさ、あったかいの。FIBA ワールドカップって言ってる人ほとんど生きる。だってなんかワールドカップって言ったらサッカーをさ思い出す、思い連想させるじゃない、私の中でだけど。世界バスケ、世界バスケって言えばいいの、え、そしたら NBA じゃないの。あ、エアーズ選手が誰と勝ったんだろう。 NBA はアメリカ、わかるもん、それはわかるけど、イメージだよ。始まりました。エアーズ選手が入って、アレン選手は入って、あ、パラス選手かな、パラス選手とちょっと違う、あ、え、ファルカー、いやでもですね、このスイッチ、ディフェンスのスイッチがかなりいい、前回の試合と全然違う。あれ、なんか岡本選手髪切ってすごい似合ってるな。すごい似合ってる。ディフェンスをしてる時にピックアンドロールをやらせないっていうスイッチの、スイッチがいい感じです。やっぱりバイウィーク明けて進化してる。あーし、ナイスナイス。うん、ポラー、君だけ選手がスリーポイントですね、今のは。あー、ですね、君だけ選手は結構外から決めてくれる。あ、リバウンド、リバウンド、このリバウンド、おー、リバウンド大事ですからね。いよいよ一回落ち着いてセットオフェンスするかな。はいはいはい。でもね、バイウィークの前からなんですけど、オフェンスの時のナイス、オフェンスの時の
ポジショニングがすごく綺麗なので、そこは継続しつつですね。今はちょっと惜しいけど、ルーズボールに走った君だけ選手、ナイスナイスラン。これ外からね打たれた時のこのナイス、パラス選手すごい、今見た、今、いや絶対リバウンドってなった時、パラス選手が決めちゃうから、もうリバウンドのことなんて、もういや中に切り込まれた時な、カバーがな、もうちょっと早めに寄れたりとかして、そのビッグマン以外の選手が、まあ、わざとねファールを取ると、あのファールしもらったりとかすると、気を使ってね、そのビッグマンに一番いいんじゃないか。ナイス、あ、惜しいですね。めっちゃ詳しいんで、全然、でも大好きバスケ大好きです。うん、アジ選手が下がって、今ネパウ選手とチェンジしたみたいですね。ネパウ選手はね、私ね見てほしい。あ、キムラン選手も入りました。あ、結構やっぱバイウィーク明けメンバーをコロコロ変えてくる感じですね。で、なんか多分慣らしてるというか、試合自体久々だから、選手一人一人のその体を慣らす意味もあるんじゃないかなって個人的には思います。うん、寄りが悪い、リバウンド、惜しい。今ね16対11で1クォーター目、残り1分30秒やってます。新潟がね11ということで5点ちょっと負けて今いるんですが、あっ、堪能は、今ちょっとねボールカットされてしまってハノーバーになってしまいましたが、あー、ナイス、いやー、ネパウ選手決めてくれる。ネパウ選手の見どころはなんといっても大きい手が大きい、手のひらが本当に大きいんです。いや、中にね攻め込まれた時のカバー、もうちょい早く、福岡選手大丈夫なのかな、頭ね飽きたの、すいません、今ちょっと特典会の申し込みに行ってきました、ありがとう。会えるってすごいですよね。すごい激しい、ブブブー、ゴー RBX、 申し込み終わった、ありがとうね、みんな楽しみ、会えるマジで。パル選手が、あー、ちょっと短い、ナイス、ルーズボール、ルーズを拾う、それが大事、ルーズボール行った、次の人、パラ選手頑張れ、ディフェンスディフェンスです、一本守ろう、あ、残り6秒、5秒、いやー、外から打たせな、打ってないで、うよかった。第1クォーター、新潟対秋田18対13で秋田が5点のリードで第1クォーター終えています
実況の人のやつ全部言っちゃった。お水飲みます。いたたたたた、待って、めっちゃ痛いお尻。待って、あれ持ってきますね。座布団。はい、頼みました。あ、間違えた。間違えた。あ、焼肉のっていうコメントが来てたから、あ、お肉頼まなきゃって勝手に思っちゃった。怖い。怖い怖い。今頼みましたって言っちゃった。テレビの中継見てるけど、もはやテレビの解説いらん。あれ、なんか前髪やばいな。ちょっと一回カーラーしちゃおうかな。前髪カーラーしまーす。確かにな、5点差で。一回前髪カーラーして、いやでもいっか、まだいっか。やるとしたらハーフタイムやるって。ネパール選手のみんな手見てくださいね。いやでも今日ね、ちょっと新潟見に行けなかったんですけど、私マジで行きたいんですけど、私からしたら。あれ、なんか能美選手痩せた。すごい、なんかもうファンだから普通に、あれ痩せたんじゃないみたいな、もう親みたいなこと言っちゃう。はい、能美選手から、そんな能美選手からエアーズ選手にボールが、いやちょっと強めのボールがいって、ネパール選手、すごい、いやすごい、能美選手がレイアップ。待って、やっぱバイウィーク明けすごいです、新潟アルビレックス BB さん。なんでかっていうとですね、オフェンスの時にボール持ってない人が結構動かないで、ボール持ってる人がメインで動くみたいな感じだったんですけど、全然違う。もうチーム、いやナイスカット、チームオフェンス、リバウンド、ネパール選手すごい。え、マジで違う、全然違う、すごい。あ、リバウンドね。いやでも大丈夫大丈夫。あれ、ナイスナイス、いいですね。流れ的にはすごくいい、まあどっちも譲らない感じでありますが、ここのこういうところのターンオーバーをね、なくしていきたいですね。ねん、うん、あ、外から。エアーズ選手スリー行かず、うまみんな、エアーズ選手ってこんなうまい選手ってなんで、何今の、うまみんなね、すごいんですよ。エアーズ選手って実は NBA の1になったチームにいたんですからね、皆さん
NBA で1位を取ったことがあるチーム、ちょっと私が全然詳しくないんですけど、1位を取ったチームの時にあのローテーション、メンバーローテーションに入ってる選手だったんですよ、1位になった時に。だからあのね、マジすごい選手なのマジすごい選手だね、みんな。惜しい。はい、じゃあちょっと今ワンショットが落ちてしまったんですが、さっきまあ2点決めてくれたのでね、ここはまあ落ち着いて1本守りきりたい感じですね。ディフェンスはもらいに来てたんよね、今のはね、ごめんなさい、分かる分かる、今のはファールをもらいに来られましたね。いやそうなの、いやガチで NBA のチャンピオンリング持ってる選手もやばい、マジでそうなの、本当にやばいんだよこれね、マジで伝わってほしい、本当にすごいんですよ NBA って私も最近知ったけど、でももう本当に本当にすごいんですよ NBA って、マジでもうね、もう日本のプロの世界もマジすごいよ。だけどもうね、NBA って本当にすごいのね。これどんぐらいすごいかっていうと、マジでもうそのね、もう何にも、じゃもうブラックピンクみたいな、わかるかな。ブラックピンクみたいな感じです。ちょっと今ごめんなさい、何も考えずに喋ってもうめちゃくちゃ集中しちゃいました試合に2クォーター目残り7分9秒です。22対17で、まあ5点差でね、変わらず広がりもせずしっかりと、いや7点差に広がりました。見すぎですね、はい。あー、これはいいところパスが出たんですけどね、ちょっとディフェンスが多かったですね。うん、はい。で今メンバーチェンジがありまして、アレン選手が入りました、あとパラス選手も入りました。最強やねこの2人が。オッケーオッケーって、今24対17、そうだね、22対って言っちゃった、ごめんなさい。ネパウェ選手からアレン選手、あーバイオレーション、惜しい。今流れはすごく良かったんですけどね、ちょっと今秒数が足りなかったというか、普通にシンプルに。確かにね、実況の方も言ってますけど、ボール持ってない選手の動きをもうちょっと作っていきたいとは言ってるんですけど、もう全然全然前回とかに比べたらもう全然違うから、その違いが私素人の私にも分かるぐらいだから、かなり鍛錬を積んで、のみ選手いける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 、あれ選手、いやー戻りが早い、戻りが早いけどそれを止めてくれる、あれ選手めっちゃ走るんだもんだって、優しいです。
ゴールブレックスで24対19、5点差です。あーちょっと惜しい惜しい惜しい。パラ選手頑張れ。いやー前走ってるよって、ボールを回された時に一人一人しっかり、オッケー、ナイスリバウンド、一回しっかり持ってこ、オッケー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 、うるさいな私、パスする人を探すんじゃなくてゴール見てゴール、ナイス。パラ選手がスリーを打って、ちょっと右にね、そうでした。でもいけ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 、今いける今いける、みんな戻って戻って戻って、戻り戻り戻りはいいよ。で一回ね中を開けてるってことは中に攻め込んでくるからね、すごい。ああオフィシャルタイムアウト4分59秒、26対19、7点差に広がりましたが、ま、いやーすごい。素晴らしい。寒い。寒い。確かにね、2クォーター目残り4分59秒です。26対19で秋田が7点リードはしているんですが、まあ、流れ的にはお互い譲らないような、でお互いにめっちゃ流れが来てる感じでもなく、まあ一歩一歩って感じですね。2クォーター目は特にだから悪い流れではないから、はい、あのこの調子でね、しっかりなんか土台作りといいますか、まあ、前半はねバイウィーク明けの土台作りとして結構選手それぞれの体が温まればいいんじゃないかなと思いますね。この点差だったら3クォーター目4クォーターでも全然戦っていけるような点差にはなってると思うので、はい頑張ってほしいなーなんて無責任なこと言っちゃいます、ごめんなさい。でもね、このね選手たちのスポーツマンシップもすごくいいんですよね。日本語おかしいな。スポーツマンシ、あいや日本語じゃないか、まあ、英語だとしても言語がおかしいね普通に。で文脈文章、まあまあ何でもいいか。じゃあはい始まりました、2クォーター目残り4分59秒始まりました。 Go RPX。一回ねボールをね、ミスマッチで外から、あー惜しい、反応はできてたんですけどね、アレン選手が、君竹選手がスリーを打ったそのリバウンドに反応はできてたんですけど、すごいなんか実況の方が言うことを私が言っちゃった実況なんやないか、え大丈夫、バスカンですね今のは、しょうがない、アレン選手がちょっと押しちゃったかな。でもよかった、怪我なくてよかった、マジで。そう、怪我がないことが一番いいから、どんなことなっても、どんなことがあっても怪我があることが一番良くないからね、はい、あのね、まあそうですね、このバイウィーク中にどういうあれがあったのかわかんないですけども、なんか新潟は新潟でその個々の戦いもそうだけど、今はチームとして戦ってる感じがすごくあって、私はめっちゃ好き、好きやけど好きやけん好きやから、ちょわかんないんだけど私この曲、よしよしよし、左が空いてる、裏が空いてるってことはゴールを見ていい、
頃を見ていいけど、エアズ選手がスリーを決めてくれる。はい、もうね、エアズ選手はなんかもう誰かと約束したみたいな感じ、もう約束を守るタイプだねみたいな、もうそういうレベルでスリーは必ず決めてくれる。どうして、いやまあ外からね決まりますよね本当に。確かにね、分かる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 じゃない、確かにね、そのまあディフェンスがねちょっと、まあボールが回されることによって後ろに下がっちゃうっていうので、やっぱ外から打たれる可能性が高くなっちゃうねっていう話をされてました、今実況の方が。それに対して私はなるほどねって、あートラベリング、あー惜しい惜しい惜しい、この軸足が動いてたかな、うん、軸足がちょっと能見選手の軸足が動いちゃってトラベリングを取られてしまいました。まあまあまあ裏をね、これはオフェンスファールにはならない、一回一回守ろう一回守ろう一回しっかり組み立てよう。いやー、おっとなんか残り4秒3秒2秒1、いやすか、アレン選手がね2ポイント決めてくれました。今ね3を打とうとしたんですけど、ちょっとやっぱライン踏んでた感じであったので2ポイントですね。このね流れがね結構焦る感じにはなるけど、一回落ち着きたいな。でも多分次のオフェンスの時に、あー裏決め、一回あら危なかった今確かに新潟としてはあのディフェンスが来てるからガンガン攻めるか、まあその新潟自体のディフェンスももうちょい前から当たるというか、結構その穴が開きやすいからボールがすごく回るので、今は我慢する時って感じですね。このボールがねなかなか出ないっていうのも多分ね流れ、ノーミ選手が3を決まった34対27で7点差で、まあ確かに今のところは私が秋田の監督でもヘッドコーチでも取りますね今の流れは。だって絶対新潟に流れ来る3だったもんね今の。ういだってああいう3ってなんで流れが来るのかっていうと、えマジで そこで打つのみたいな時に決まると、もうなんかもう選手もみんなカーって上がりますから。34対27で7点差です。スカパーとタイムラグなのかな、あれ多分遅いんじゃないかなこっち。チームは盛り上がって、かつ相手は動揺するから流れが変わります。繊細な企業なので、あ間違えちゃったなんでのえここで間違えた、え本当に今ガチ間違い競技ですねえ、のえ最近本当悩んでんねんな漢字本当悩んでんねんな、なんかそう私漢字弱いんですよねとか、日にならないじゃないですかこの漢字の弱さというか、なんかもう普通に文脈の弱さ、うん、だから悩んでるんですよね最近ガチ悩んでる漢字ドリル送られてきてない、来てない来てない、でも来たらマジでやる。30対27残り2クォーター目2分10秒を切りました。7点差なんでね、まあでも1クォーター目が終わった時は5点差だったので、ちょっとだけ差が開いてる感じであるんですけど、このねディフェンスの距離感がもうちょっと秋田みたいに
近くなると良いと思う。36対28だよ。嘘で全然 そちらの方が早いです。スカパー様、私今バスケットライブで見てるので。え、でもすごいボールが動く。あれ選手マジ早いね。36対29です。あーいい、感じで切り込んではいたけど、やっぱビッグマン前だとね。わー今飛んじゃったのでね、ちょっと惜しいですね。スポーツナビの速報だと34対24、こっちは36対29。2個ため残り50秒で今ねフリースロー2本ですね。まあでも7点差ですね。そこまでライブじゃないバスケットライブ好き、わかる。あのねすぐ止まるのよねマジでバスケットライブ。まあでもリアルタイムだからしょうがないですけど、これに関してはでも本当にすぐ止まるから、うん、よく電車の中でも声出しちゃう。えっ？ってめっちゃいいところみたいなところにぐるぐるぐるってなんかえっ？ってなるけど、いつもありがとうございます、お世話になってます。この選手が、あ、惜しい。はい29秒になりました。2回目のタイムアウトですね、秋田からの。確かにね7点差なのでね、まあ、さっきよりもあんまり広げられてはないけど、でもやっぱり7点差っていうのはかなりじわじわ来る、後からね聞いてくるような数字にはなるんじゃないかなと思うので、まあ、2クォーター目残り29秒ですけれども、しっかり守る、そして決めきるっていうところまで持ってって5点差もしくは4点差に近づけるとかなり流れが変わるんじゃないかなとも思いますね。どうですかね。確かにね。まあでも秋田ボールからなので1本しっかり守って残りの数秒でどうにかならないかなと。どうにかならないかなってなんか嫌な言い方だね。すいません。まあそうですね、でもここではしっかり確実に決めたいから、まあ3も狙うだろうけど、多分ビッグマン勝負で来るんじゃないかな。それかボールをすごく動かして3を1本しっかり決めるっていうのもあるのかな。本当そうですね、ダンクで決めきるっていう、まあ、バスケの流れとしては完璧なスイッチというか、これでね気持ちが落ちちゃったりとかするとね割と響くだろうけど、残り9秒あるので9秒ってマジで大丈夫。
38-29で9点差に広がりましたが、9.2秒あるので今から普通に点数も取れて全然おかしくない秒数だし、ここは焦らずしっかり決めきるがマジで大事今季って思ってる私は。どうなるんでしょうか。まあでもね、これ最後にね取って流れをねしっかりハーフタイムの前にしっかり寄せつけたいですよね。そしたら 3,4 クォーターの流れもグッと寄ってくるんじゃないかなと思うので、 9.2 秒、ちょっと諦めず一本決め切ったらいいな。前からやっぱ上がってきますよね。でもはい、7秒6秒5秒4秒3秒2秒1秒、あ、これが入らない、ファールがあったみたいですね。あー、フリースロービデオ判定ですって。はいです。あ、ごめんなさい、ジーク。ズシュート！いやー、諦めないってこういうことですね、マジで。最後の最後まで諦めないからファールももらえたし、0.1 秒ですから。でも入ります。次は入ります。うん、アレン選手はね確率は高いのでね、今まあプレッシャーがあるとは思いますが、しっかり次は決めてくれると思います。落ちた。そうですね、9点差に9点差ツーショットもちょっと落ちてしまいましたが、まあそうですね、大丈夫。まあでもね、流れ的にはめっちゃ悪いわけじゃないですか、ずっとめっちゃ悪いわけじゃないから、まあもう本当に3クォーター目の入りにしっかり持ってくればグッと流れが来るような試合なんじゃないかなと思います。じゃあね、ちょっとあ、今59分じゃないですか、6時5分に皆さんまたお会いしましょう。ちょっと6時5分に皆さんぜひ見に来てください。6時5分ね、一回6時5分にお会いしましょう。いや、ということで後ほどみんな6時5分に来てください。一回終了する。